こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。玉慶島駅を出発したわよ。うん？次が終点の信楽駅、ってことよ。わかりにくいぜ。ちょっと難易度を上げていくわよ。それでは、ゆっくりしていてね。間もなく終点の、信楽駅に到着よ。25分くらいかかったぜ。ローカル線はこれくらいの方が、それっぽくて良いわ。まあ、旅する側としてはそれで良いけど、だぜ。この先で、面白いものが見られるわよ。うん？向かって右側、駅舎のある方のホームに入っていくけど、反対側のホームに注目するのよ。おう。なんかいっぱいいたぜ。右側では高校生が電車を待っていたけど、反対側で出迎えてくれたのは、この方たちよ。これは、一体なんだぜ？たぬきの置物、しばらき焼きよ。そういえば、しばらき焼きのイメージは、たぬきって言ってたぜ。これしかないわけじゃなくて、実用的なものも作っているのだけど、しばらき焼きのイメージと言ったら、やっぱりこのタヌキの置物ね。なんでタヌキだぜ？きっかけは一人の陶芸家ね。タヌキに見せられた彼が作ったのが、始まりみたい。明治時代の話だそうよ。特に何か意味があるわけではないぜ。まあ、もともとタヌキが多かった土地なのかもしれないわね。ちなみに、タヌキの置物は縁起物で、意味合い的には、招き猫に近いわね。確かに、お店の前とかに置いてあるぜ。この後は信楽の街を、1時間ほど散策する予定だったのだけど、雨が降っているぜ。仕方がないから、駅舎でおとなしくしていましょう。先には進めないぜ。次に乗る、甲賀市のコミュニティバスは、それなりの本数が運転されているけど、信楽町のエリアを越えるバスは、朝と夕方に1本ずつなのよね。前回も言ってたぜ。で、次はどこへ行くぜ？じゃあ、そろそろ発表するわね。おうだぜ。次は甲賀市コミュニティバスの、朝宮ルートに乗って、京阪の石山寺駅へ向かうわよ。おう。で、相変わらず、位置関係がよくわからないぜ。次のバスのルートがこうで。ふむふむ。目指す三条大橋は、ここよ。おお。もう、着いたも同然だぜ。ふふふ。今日中にゴールするぜ。ふふふ。違うぜ。さあ、バスがやってきたわよ。ちっちゃいマイクロバス、かわいいぜ。甲賀市のコミュニティバス、朝宮ルートよ。これで、京都方面に行けるぜ。本来は甲賀市西部の朝宮地区と、結ぶバスなんだけど、朝と夕方に1便ずつ、大津市の京阪石山寺駅まで、結んでいるわ。通勤用だぜ。おそらくそういうことね。この夕方の便は、石山寺駅からの折り返しに、それなりに乗ってくるのかしら？けど、この石山寺駅行きにも、高校生がいっぱい乗ってるぜ。通学の足でもあるのね。結果から言うと、この高校生たちは朝宮地区で、全員が降りて、終点まで乗ったのはウプ主だけだったぜ。基本は地域利用のコミュニティバスだからね。ところで、何かしら？さっき、このバスの出発直前にも、信楽高原鉄道の電車が、到着していたぜ。実はそうなのよね。乗り継げたぜ。おそらく、そういう接続設定だと思ったのだけど、時間がギリギリすぎて心配だったから、今回は一つ前の電車にしたのよ。
なるほど、だぜ。一つ後の電車なら、近江鉄道も1時間後ので、よかったのよね。どこか、観光に行けたぜ。そうね。けど、このバスは絶対に逃すことができなかったからね。まあ、余裕を持ったプランニングが、一番だぜ。甲賀市信楽と、大津市の境は、少し寂しい山間区間を、走るわ。街灯もないからちょっと怖いぜ。対向車は大津、京都方面で仕事を終えて、甲賀市方面の家路に着く車ね。このバスも、今はウプ主と運転手さんしか乗ってないけど、折り返し便は賑わっているぜ、きっと。そうじゃなきゃ、この路線も廃止、JR を使わない旅も、難易度が上がるわね。誰もやらないけどな、だぜ、わらわら。街明かりが見えてきたら、間もなく京阪石山寺駅よ。琵琶湖から流れ出る、瀬田川に沿って走るぜ。この瀬田川は、京都府に入る東寺川、大阪府に入ると淀川になるわ。ふむふむ。この先、事故で渋滞していたけど、なんとか15分ほどの遅れで、到着よ。おっし、一気にゴールするぜ。ふふふ。しないぜ。今回はここまでよ。むー。それでは、ご視聴ありがとうございました。